毛利のじいさんか。俺に何の用だ。そう警戒するな、雨子の鹿よ。お主にいい話を教えてやろうと思うてな。え、いい話だって？それはどんな。って、その手に乗るかよ。どうせお得意の計り事だろ。そう堅くなになるものではない。雨子のためにも耳を貸しておいた方がよいぞ。雨子の、いや絶対嘘だ。あんたが何度雨子最高の邪魔をしたと思ってる。これ以上ふざけたことを抜かし続けるなら、その命今この場で。果たしてそのような暇があるのか。お主、早く行かねば帰る城がなくなるぞ。何しろお主の奪った城に毛利が攻め入っておるところだからな。